がとうございます。これつまんないものですけど、お返しです。だけでいいので、私専属のコーチになってくれませんか。これは学校からの挑戦ですね。受けて立ちましょう。今日も何でも言ってください。ガンガンやりますから。争いが起こるのは武器を使う人間に。いつまでこんな戦いが続くんだろうな。私の昔の話？忘れたね、そんなこと。力ばかりに目を向けるな。自分に合った武器でないと何の意味も持たないぞ。私の昔の話？忘れたね、そんなこと。
武器はいい。あの艶、あの輝き、惚れ惚れするな。私たちが星盛りとして頑張れるのは先生がいるからですよ。もうくすぐったいってば。やめて。もうくすぐったいってば。やめて。先生、私先に始めてるね。座学ということですか。なんか難しそうだし、めんどくさそう。それじゃあ、ここからは私がみんなに授業するわね。
薬雲先生の授業久しぶりですね。そうですね、私も久しぶりで嬉しいです。ありがとう。まずはイロースについての生態とその行動目的について。イロースはその体内にコアと呼ばれる核があるわ。これがイロースの心臓ね。そしてその核を守るかのようにゲル状の堆肥が覆っているわ。さらにその外側にはシェルと呼ばれる外皮を体にまとっているの。研究データによるとイロースの外皮は人間の爪のような役割を果たしているみたいね。ヤクモ先生、それには異論を唱えます。もしイロースのシェルが爪であるならば、彼らは骨を持たねばおかしくなります。ですから昆虫などと同じように外皮は外骨格に相当するのではないでしょうか。それも一概には言えないわ。その理屈が正しければ自己修復はできないはずですが、実際にはそんなことはなく。ですがそれでは筋肉のつき方が物理法則を無視しているということになりますので、現実的に考えるとやはり。何かしら。今外皮イコール爪説を決定的にする論拠が導き出せそうだったのに。な、こんな貴重で有益な座学を。嘆かわしい限りです。そうね、やっぱりこの子たちには実践形式の方が向いているみたいね。そんじゃ、行ってきます。自分の弱さに泣きたいとき、星空を眺め問いかけてみる強さの。そんじゃ、行ってきます。歩き出せた本当の
行ってくるよ。自分の弱さに泣きたいとき、星空を眺め問いかけてみる。強さの意味と戦うわけ。そうすればまた明日へと歩き出せ。優しさも揺るぎない心の強さも学んだ大切なこと。信じ合う絆が限界さえ超えてゆく。あなたのやった。勝ちます。見せてやりますわ。自分の弱さに泣きたいとき、星空を眺め問いかけてみる。強さの意味と戦うわけ。
行ってくるよ。悪いけど休憩は格別じゃな。もうさくらちゃんおじいちゃんみたいだよ。まあ否定はせんよ。ねえすばるちゃん、はるかちゃん、せっかく湖に来たんだからボートでも乗らない？ダメだ、私今お小遣いピンチだから。そっか、それじゃあ仕方ないね。また今度ね。あら、あそこにいるの三剣先生じゃない？あ、本当だ、三剣先生。どこに行くんですか？おう、お前らか。せっかく湖に来たんだから釣りでもしようと思ってな。釣りですか？釣りって面白いんですか？なんだ、釣りもやったことがないのか。って、無理もないか。釣りは面白いぞ。魚と人間のガチンコだ。そこにあるルールは一つだけだ。どんなルールなんですか？キャッチ&イート。私は釣った魚は必ず食べることにしている。それって少し残酷じゃないですか？何が残酷なものか。遊びで釣ってすぐ逃がす方がよほど残酷でエゴイスティックだ。ま、私個人の見解だがな。
ってことだから、今日の夕飯私の分はいらないから。じゃあな。三剣先生って理科の先生なのにワイルドだよね。噂だと昔は町中の不良たちをまとめていたそうよ。それっていわゆる女番長的な？わからないけど、多分そういうことだと思うわ。三剣先生を怒らせるのはやめようね。Thank you.
れ様です。はーい。そうね。鴻上カノン、先に行くわよ。はっ、やっ。
鴻上カノン、先に行くわよ。ございますわ。先生。
勝ちます。見てなさい、すぐ終わらせるから。
用しちゃいました。鴻上カノン、先に行くわよ。よかった。
私の成長。一緒にいられてなんか楽しかったな。ひなた、今日のことずっとずっと忘れないよ。